はいよ。あれ、今日はまあいつものことながら、マックを買いに行くんですが、今日はね、一味違ってね、今日は木曜日の平日なり、そう、木曜日、また平日休みだね。俺最近全然仕事行ってないの、俺先週で2日しか行ってないし、目がかゆい。さっき起きてすぐ上のね、おしっこしに行って、帰ってきたらあーちゃんがね、ルンルンでこっちを見てくるわけですよ。すごくね、すごく見てくるわけですよ。あ、分かったからっつって、分かったっつって、車に乗せて、全然お腹空いてないんだけどまあついでにマックでも買いに行こうかなってね。すっごい嬉しそうにしてるんだよね、車乗る前とか。にょちゃん、お出かけが好きだからね。でね、コメントでもね、たくさんなんかいつもマック買いに行く動画、楽しく見させてもらってますとか、いろいろいただいた上で、なんか食べてるところも見たいっていう声をね、たくさんいただいたので、今日はそこもちょっと撮ってみようかなと。おもまー、マジ寝起きすぎてさ、すげえ喉乾いたんだよね。マジ一回コンビニ寄っていいな、これ今年インスタフォロワー1万人目指してやってて、最近ね、おしゃれインスタグラマーも頑張ってるんですけども、まあ慣れないね。ちょっとね、恥ずかしいんだよな、載せんのまだ恥ずかしさが残ってるんだよなあー、俺のコーナリングについてこれなくてカメラが吹っ飛んでしまった。よかった、 GoPro で。俺もともとなんか写真とかも全然撮んないし、なんならインスタとかにも全然投稿してなかったのね。 YouTube 始める前に普通に使ってたアカウントとか、めったに自分の、めったにてか載せてたっけ、忘れちゃったんだけど、まあそのくらい全然自分の写真を撮らなかった人間が、ちょっとああいうのをやるとね、ちょっと最初はやっぱり緊張しますね。あの暇だったら、フォローお願いします。ちょっとさ、飲み物買ってきていい？ペーン、エンジンかけたまま鍵閉めて行ってくるね。クーラーついてるからすぐ帰って、ちょっと待ってて、ちょっと待ってて、あちゃん、よっしゃアイスコーヒー買ってきた。最近ね、コーヒーを飲めるようになりましたとさ、俺昔さ、なんかこういうコーヒーガムシロとミルク4個ずつ入れないと飲めなかったのにさ、なんか飲めるようになるものだね。うん、はい、着きましたよ、着いたよ。いいんだ、はい、はい、あ、うお、すごいな今の。行こっか。なんかもう T シャツでいい天気だね、マジで。あったかいね。まあ安倍にしたら暑くてしょうがないんだろうけど、いい天気だ。お前このダサい T シャツで出かけんのかって言われそうだけど、俺はね、何も感じないんだよね。うん、全然いいや。俺まずさ、服なさすぎて困ってんだよね。だってこれ着てんだぜ、これ。マジ服買いに行きたいなね。おしゃれインスタグラムはできなくなっちゃうからいつも同じ服着てるねって言っちゃう、あっちゃん。あー、熱っ、熱いね。俺暑いの苦手なんだよな。俺圧倒的冬好きだからさ、冬生まれだから多分。ああ、腹びれ垂れてくる。どうしよっぺ。あれ、
あーちゃん置いてきちゃった。あーちゃん、あーちゃんおいで。あーちゃんが来た。いいね。じゃあ、あそこ好きでしょ、あそこ。じゃあ行こうよ。ペ、なんかくっついてるよ。なんかペ、なんかいっぱいくっついてる。あ、ちょっと行こっか。あっついね。もうそろそろ我が家はクーラー全開でキンキンの季節になりそうな予感ね。真夏もね、俺んちは上着必要なんだよ。寒いからね。あっちゃん、うちあっちゃん仕様で寒いもんね。車も乗るとき絶対ね、上着を持ってこなきゃいけない。寒いから震えちゃう。エアコンが全開だ。これちゃんとマイク声拾えてんだっけ、忘れちゃったな。お水飲もうね。ちょっと待って、こんな暑いと思わなかったわ。お水買おう。さっき一緒に買っちゃえばよかった、ごめんね。はい、いいの？ペー、映ってるかな。最近さ、なんかそれこそさ、この間のサウナ行った動画とかでもさ、あのアーペット旅行行ったやつね、筋肉すごいですねって人生で初めて言われた俺。やった。俺はね、嬉しかった。今までね、あの細いね、細いとしか言われずに26年間生きてきたからさ、初めての言葉だった。とかなんかフィットネス系の動画見たいですとか、なんかインスタの DM とかでさ、何件か来てさ、マジって俺は衝撃を受けた。昔の俺を知ってる人はね、いや細いよ、細いよ、まだ全然ね、全然細いよ、トレーニングしてる人から見たら。ただ昔の俺を知ってる人からしたら、筋肉ついたねって。うん、言われるんよ。それこそね、なんかこの間久々に友達と2人で飲み行ったんだけどさ、なんかガタイ良くなったって言われたんだよ。なんかね、嬉しいなって。まあ筋肉とワンちゃんは裏切らないのに。あちゃん、マックついたよ。マックついたよ、あちゃん。うわー、超空いてんじゃん平日。うわー、一台も並んでないもんだって、ドライブする。チーズてりたまのセット一つと、はい、えー、リオンと、はい、GoPro の、SD カードがいっぱいになっちゃったので、絶対に倒したくないカメラで撮ります。待って、撮った。熱いからね、これ塩抜き。待ってね。やべ、あっちよ。じゃあ俺も。うんうん。はい。じゃあ残りはね、家で食べよう。あっちあっちいな。俺寒いよ。マジ最近さ、サウナ行きたすぎてやばいんだよね。この間夜中にさ、夜中って言っても22時ぐらいかな。なんかもううずうずしちゃってさ、やべ、サウナ行きたいみたいな。俺こんなハマってんだって自分でびっくりした。いや本当にね、あの大阪のさ動画、まあ、見てくれた方いるかな。あの動画でね、ちゃんと初めてサウナ20分ぐらいって水風呂に入ったのよ。それまではさ、サウナの中5分いるのが限界でさ、なんか息もしづらいしみたいな。で水風呂も当然入る気すら起きなくてさ、冷たいから。ただね、1回10分ぐらいってね、ほんと覚悟して水風呂に入ってからはね、なんかサウナで息できるようになった。何なんだろうね、よくわかんない。
寝ちゃったあちゃん。なんでなんだろうね、不思議だよね。ただ未だにあの大阪で入ったサウナを超えれてない。ただこの間のねエンゼルフォレストのやつも相当良かったけどね。今度プライベートサウナ行こうと思っててさ、まあどうせなら動画撮りたいからそんな暑いの全開だよ、エアコン。どうすんのあちゃん、夏丸刈りに、あちゃん坊主にする？俺もなんかさ、坊主してみたいんだよねあ、ピーだ、ピーがいた、いた。はい、着きましたよ、あっちゃん。寝かかったね、今日。じゃ今日ポテト食べようね、一緒に。じゃあ、お家戻ろう。戻りまーす。あっちゃん、ほら、ポテト、行ってきて。あ、帰って、ペペペペペ。こう来て。ちょっと、ちょい。ペペペペペ、さあさあさあ、じゃあポンだけだよ。はいはいはい、よかったね、しかったね。あ、入っちゃった。